ちょっと待って。ごめんなさい、まだリオさん眠っちゃってるんです。実は今朝方まで絵を描いていて、さっき寝ついたとこだから。私もモデルやっていたもので寝てなくて。ふえ、大変ですね。寝なくて大丈夫ですか？もうモデルは終わりですって。あとは絵を仕上げるだけらしいですから。綺麗になったでしょ。これでも少しずつ頑張ったんですよ。はい、だって私健康なんですもの。でもでも、いくら健康でも徹夜は美容の敵です。ちゃんと休んでくださいね。大丈夫ですよ。どうでもいいことかもしれないんですけど、ありがとうございます。今はこういうのお店で売ってるんですね。あの、せっかくですからお茶飲んでらしてください。一人で食べてもつまらないし。しかしうまいっすよね、このいきなり団子。具はやっぱさつまいもがいいな。ところでなんでいきなり団子って言うんすかね。へえ、そうなんですか。でしょうね。りょうさん、どういうつもりで私のことここに置いていてくれてるんでしょう。困ってるから、兄のような気持ちで、それとも窓辺の少女のモデル。なんか急にわからなくなっちゃって。どうしてって、ただなんとなく。それは多分ですけど、もうじき私消えるから。何も言わずに行けばりょうさん悲しむのかしら。それとも大事なモデルがいなくなって困るだけ。ちょっと千春さん、考えすぎなのは分かってるんです。でも絵に打ち込むあの人を見ると、先輩。
今、りょうさん、画家として大事な時期なんです。今を乗り越えないと、これから先が…いいんです。私もりょうさんの絵が見たいんです。戻る前に。だから、彼を迷わせないでください。最近なんだか少し調子いいみたいですよ。すみません。すまんす。お父さん、取材の方よ。ありがとう。心臓は少し良くなったのだが、目が霞んでな。わしは科学者じゃ。一連の島原湾地震の震源地が彼の範囲を外れていて、しかも熊本市の震度が地震のエネルギーから予想されるものより小さい。科学庁の発表だ。信じるしかないわいな。前と同じ10分を1秒で表示するぞ。だ。どうじゃ。苦しんでいる。地震のエネルギーを吸収してもう飽和状態です。やはり蘇りにはわかるのかね。いや、その時全員が分かりました。来週私たちは消えます。地震のエネルギーはまだ半分も放出されておらんらしい。そのせいなのか。わかりません。すまなかったな、お嬢さん。わしは間違っていたらしい。もう目もほとんど見えない。ハチにも申し訳ないことをした。あの、そういえば、その犬らしい犬を見かけた人が。どこで？駅前に、一昨日かな。私たちが気絶した日ですね。
一人？そういえば、以前記者さんが言ってた蘇るための条件の一つ、分かりましたよ。体の一部の方はこれですね。僕の高校受験の時、母ちゃんが無理やり持ってけって。頭の良かったお姉ちゃんが守ってくれるとか、何のことはない。中にお姉ちゃんの遺髪が入ってたんですよ。父はすでに他界していて、母は現在僕らの生家で一人で暮らしています。もう少ししたら母さんに会いに行ってみようかしら。でも。でも？死んでから随分経つから、母さんもう私のことなんて忘れてるかもね。そんなわけないじゃん。バカなこと言うなよ。私はどうするべきでしょうか。という遺族の強い思い、私あの時聞こえたんです。だから蘇ってきたんだと思います。この声が、お姉ちゃん助けてよって。出かけるの？純平。寺井先輩と待ち合わせてる。いよいよスイートヘブンの業者タウンだ。止めても無駄だよ。純平！七海さん、私に力を貸して。
寺井さんのこと、純平のこと、みんな聞かせてもらったからわかる。どんなに今苦しんでるか。でも一つ思い出してほしいことがあるの。多分このまま死ぬんだと悟ったあの頃、そのやりきれなさから順平に当たったことがあったけど、その時逆にあなたに教わったことがあるの。あの時死ぬまでにせめて何か残したいと思って花壇を作って花を植えようとしたわ。それであなたに花の種を買いに行かせたら、早速間違えたのを買ってきたじゃない。ラナンキュラスね。その時私は体がかなり辛くなってて、ちょっと早口な上にきつい言い方で間違いを指摘したわね。私の物言いにガチガチに緊張しちゃってたのね。違うでしょ。どうしてあんたは私の言うことが理解できないの。私は失望したわ。自分はこんな弟を残していかなければいけないのかとね。寺井先輩もあの時の僕と、本当はいい人なんだよ先輩は。そう思う。誰だって毎日毎日嫌なプレッシャーばかりかけられたらいつかおかしくなっちゃうよね。お姉ちゃん、僕と一緒に寺井先輩のとこ来てくれない？うん。